マチュー・ボドメは、フランス・ウール県、エブルー出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。マチュー・ボドメールとも表記される。14歳まで、アルム・エブルーに所属。その後移った SM ・カーンにて2000年にプロデビューを果たした。2003年、カーンからリールに移籍すると、すぐに、中盤のポジションを、不動のものとする。ここで、 ビッグクラブからも注目される存在へと成長していくと2007年に監督のクロード・ピュエルと共にオリンピック・リオンに移籍したリオンではマルチロールさを十分に発揮して1年目にしてチーム最多である37試合に出場した2010年6月29日にパリ・サンジェルマン FC へ移籍当初は主力だったものの チームの買収による大型補強に伴って、チアゴ・モッタやモハメド・シソッコなど大物が続々、加入したため出場機会が減少していき2013年1月31日に、エース・サンテティエンヌへ、レンタル移籍した。パリ・サンジェルマン退団後の2013年9月10日、アグック・ニースに移籍した。2008年3月25日に行われた、マリ・イングランドとの親善試合で、 フランス代表に初招集され、A 代表としてマリー戦に出場した。ありがとうございます。